どうも菅田一です横浜ハンズゴルフクラブからお送りしておりますということで今回のテーマはアプローチの距離感のお話をしていきたいと思いますまず一つのベースとなるのは振り幅です10ヤードだったら時計の針イメージしていただいて5時から7時7時から5時で20ヤード8時から4時9時から3時30ヤードというふうにまあ1時間針が 時計の針大きくなるごとに10ヤードっていう一つの振り幅の考え方っていうのが初心者の方によく言う,こうベースのお話です。で今回はですね初心者の方ももちろん参考にしていただきたいんですが中上級者の方に向けてより細かいですね、えー、距離感で大事なのはここですよっていうお話なんですけども。 100ギリができたとか80ギリ目指す70台を目指すという方はサンドウェッジ等でしっかりこうグリーンに、ね、ボールを止めに行くショットアプローチで使う機会が増えると思います初級者の方とかはピッチングとかねアプローチウェッジをぜひ使っていただいてまずその転がしだったりあんまり上げないショットができるようになってからサンドウェッジ使えるようになるといいですよという話もしておりますのでぜひそこは初心者の方はロフトのタタクラブただ いかなる状況でもグリーンを捉えるピンの近くに打つっていうことにおいてはサンドウェッジ56度、58度この辺が必要になってくるシーンも増えますのでえ今日はサンドウェッジを使った距離感のお話なんですがまず打ちながらいろいろ説明をしていきたいと思いますが今、グリーンをですね狙って打ってます大体ピンまでが45ヤードくらい。で今回は 私はあのクラブスピードというのが表示されておりますのでだいたいこれが19から20の間で一定するように打ち続けたいと思いますので今、私のですね45ヤードの距離感はだいたいこれくらいかなという感じでこのクラブスピード19.6と今表示されておりますがだいまあこの。 数字で意識はしないんですけどあ自分の振ってる数字ってこんくらいなんだなっていうのが、まあ、トラックマンを見て今分かるわけですねクラブスピード20くらいこれでちょうどいいかなっていう感じの45ヤードっていう、まあ、そうするとこうクラブスピード大体20になるっていうことなんですけども今日の大事なテーマはこのダイナミックロフトっていう真ん中の数字ですね一言で申し上げますと距離感において え振り幅はベースなんですけどそれ以上に大事なポイントはこのロフト角です、どれくらいのロフトで当てたいかというのが距離感に直結してきます、でそれはサンドウェッジ、えー、ロフトの多いクラブになればなるほどすごく距離感、縦の距離感ズレが多くなります。今クラブスピード20で ヤヤーーードド、まあ、キャリー40ヤード出てますじゃあこれ今ダイナミックロフト46度と表示されてますから、まあ、約10度11度くらいハンドファーストになってわけですよねロフトが立ってますからセットアップからまあ少し今5度くらい傾いてますかね、まあ、そこからインパクトして約11度くらい今ハンドファースト角度が立って58度の今ウェッジなんですけどそれが46度になっているということです。ここから角度を 少し立ててみますさっきは46度ぐらいの角度でしたけど、まあ、もうちょっとハンドファーストに構えてインパクトも少し鋭角に入るような感じで打ってみたいと思いますそうすると今キャリーが45くらいになって、まあ、50ヤードちょっといくかなっていう感じですよねうんちょうど50ヤードくらい今クラブスピードちょっとね上から入った分スピード上がっちゃいましたけど これはちょうど良かかったんじゃないですかね20.7というクラブスピードに対してやっぱ50ヤードロフトが今40度まで立ってきました58度のサンドウェッジに対して18度ハンドファーストになっているという、まあ、意味合いになるかと思うんですけど、まあ、これでトータルの距離が50ヤードになりましたよとで反対にクラブスピードは変えないようにロフトをちょっと まあ、多く当てるあんまりハンドファースト少なくってことですねこんな感じで40ヤードいかないですかねこれはちょっと数字出なかったですけど、まあ、グリーンに届いてないくらいクラブスピードは20で距離が、えー、35ヤードと表示されました 今ダイナミックロフトは52.7度というふうになりましたので、えー、角度が違うだけでスピードはどれも20なんですけども角度が違うだけでこの58度のサンドウェッジでいうと、まあ、最大15ヤードくらいの差が出るっていうことがこのトラックマンを使いながら練習すると、まあ、分かるんですね、まあ、つまりそのスピード感っていうのは私は言ってみれば結構50ヤード付近の、まあ、今日距離感の、ね、お話をしてるんですけども その適当でいいと思ってます適当でいいっていうのは自分の振りやすい振り幅肩から肩くらいの振り幅ですねこれくらいのアプローチでよく使うよねっていうこう振り幅ですこのスピード感は皆さんの好きなスピード感でいいと思いますで、そのスピード感に対してどれくらいのロフトで当たるとどれくらい飛ぶのかっていうことを知っておかないとその本番に行った時にですねスピード感 はいいんだけど結局、まあ、傾斜だったり芝生の影響でロフトがいろんな方向に向きやすいです特にサンドウィッチは向きやすいので、えー、そうなってくると、まあ、向きが変わればロフトも変わりますし傾斜が左足上がりであればロフトも増えますしいろんな条件でこの当たる角度が変わることによって距離感が合わない、えー、ボールショートする逆にオーバーするということが起きますのでぜひ練習の意識としてやっぱり自分でどれくらいの角度で当てたい。 それを、ね、意識していいいたただきたいと思います自分の基準となるスピードをまず持つことそれが数字がいくつであるかっていうのを知る必要はないと思いますある程度、まあ、一定の自分のこうストレスのない気持ちよく振れる振り幅で打つこと、まあ、その時に、えー、自分が一番しっくりくるまず基本の構えっていうものを持ってたとして、まあ、それが何ヤードくらいなのかなっていうことを知ってそれがま,まず一番のベースになってきます。 ベースですでそれに対してもうちょっと飛ばしたい、えー、飛ばしたくないショートをさせたいというところでこのロフトの角度を、まあ、どれくらいの角度にするのか構えそしてスイング中のイメージから決めていくっていうことですね。私は、えー、何も考えずにセットアップして気持ちよく打つと45ヤードなんです。パーンと打つい45ヤードっていう まあこのハンズゴルフクラブでずっと練習してきましたからもうそれがまあ体に染みついているとでコース行った時に45ヤードが私の中の基準なのでえピンまで50ヤードってなったらえ方法は2つです1つはスピード感は変えずにちょっとロフトを立てて構えて45ヤードのこう振ってるスピード感まあいつもの何気ないこのクラブスピード私の場合は20なんですけど これで打つとちょっとこう前に行くボールが打てるよっていう少し打ち出し角が低くなってボールスピードもちょっと上がっていきます、まあ、なのでえ少しボールがね落ちた後もちょっと前に行きやすいということでまあ今数字としてはキャリー42ヤードトータル48ヤードっていうふうにちょっと前に行く球になるわけですねなののでこの ロフトを変えるだけででも50ヤード近くまま打てますただ、えーと、スピードを変えるっていうスピード感を変えるのも1つの距離感のポイントなので、えー、構え方は変えずにいつもの構え方で45ヤードからちょっと気持ち、体重移動を多めにしていくとこう50ヤード、キャリー45ヤードくらいになるかなって私の中のイメージなんですよねで。今クラブスピードが まあ1.5くらい上がると、まあ少し50ヤードに近づくっていうイメージなので、私の場合のこのスピード感の距離感調整はこうブランコを漕ぐイメージです。こうブランコで体重をぐっとこう下にかければかけるほどまあ遠心力スピードが上がるようなそんな感じです。こうぐっと体重を足元にかけることでスピード感が上がるんで、振り幅はもう自分がこう振りやすい振り幅45ヤードくらいいつも打ってる。 振振りりやすすい振り幅で打ってますあまり振り幅のことはなのでこう考えてないですね、スイング中に。でもうちょっとキャリーで、えー、同じ,じゃあ45ヤード付近でキャリーで止めたいってなったらこれはスピード感をやっぱり上げつつロフトをね、やっぱり飛ばないロフトにするのでちょっとハンドレート気味にこう構えていくわけですね。この 今上向いている角度で45ヤード行かせるためには少しスピード感、ちょっとクラブスピード分からないですけどね23、4くらいになるんですかね、これで45ヤード行くってなると25くらいになるのかな、そうですねちょっとロフト上向けていくと、まあ、45ヤード付近に行くというところでやっぱりスピードと、まあ、ロフト角でそのロフト角の影響がすごく大きいですよと。 分かっていただけたらなと思いますのでいつもの45ヤードの距離感で、まあ、これがベースアウトしますじゃあピンまで、えー、35ヤードでラフでボールが浮いてますよとか左足上がりですよってこのティーアップしたボールを打ちますそうすると、まあ、ボールを左側に置けばロフト増えて当たりますんでボール左側を置いて 構えてロフトが自然にこう増えて当たるところでいつもの45ヤードの距離感みたいな感じでこう打つとまあ今ので30から35ヤードくらいの感じですかねそうですねキャリーが29ヤードという出ますのでだいたい誤差5ヤードの範囲には収まってくるようなそんな計算をして私は普段のコースでまあ打ってますね。スピード感はこれ今ぴったりなんで そのさっき打ってた45ヤードのスピード感と全く変わらないっていうただ、ロフトがこう変わるので距離感が変わるという感じですというふうにあの条件が違えばもう本当にさっき最大15ヤードって言いましたけどもうラフとか左足上がりきて今、ロフトは特に立ててもなく寝かしてもなく構えてますけど これでねクラブスピード20ですけど左足上がりラフから打ったらもう30ヤード飛ばなくなるのでちょっとフェースの上目に当たったらもう30ヤード飛ばなくなりますからこのサンドウェッジ1本だけでも同じクラブスピードで打っててもう20ヤード近いこう縦の差が生まれるっていうことですねだから私はあの以前からサンドウェッジはやっぱり難しいクラブですよっていう風に言ってるんで当たりが悪いと よりこう縦の距離はもっともっと大きくなりますよね、トップしたら、ね、60ヤードとか70ヤード近く飛んでしまうのでなので、やっぱりロフトの立ったクラブっていうのは、このロフトが増える現象が起きづらいので、まあ、そのショートしないよねっていう、サンドウィッチは今、45ヤードの距離感で打ってても、この30ヤード飛ばないっていうことが起きるんで、じゃあ、つま先上がりとか、ちょっとロフトが立ちやすい、フェースをこう返していく動作をした日には、もっともっと飛んじゃいますから これは今ちょっとこうフェイスを返していくパターン。ちょっと前に行きやすくなりますかね。当たりがちょっと悪かったです。ね。こうフェイスが少し返る動きをしながらいい感じでダウンブローに入るとやっぱりボールスピードがちょっと上がるのでこう飛びます。 これを意図的に使ううっていうのも手なんでそのショートしたくないときにハンドファースト少し構えて上から入れつつ少しこう返しちゃうっていうフェース返しちゃうっというショートしたくないときとか向かい風の中で打ってくる今のなんか同じやっぱクラブスピードでも結構ボールスピード出ましたね。 やっぱこの縦の差が生まれるのが結構サンドウェッチの難しさなのでフェースをこう返しながらいくとまあボール初速は上がりやすいですね。ということでまあ今回のテーマとしては皆さんにおすすめのこう距離感のイメージはまずスピード感をですね一定に振る練習からそれが自分の構えいやすい形からどれくらい飛ぶのかっていうことをまずベースをしっかり作ると。 でその中で少しロフトを立てる、寝かせる、えー、その工夫をしたときにどれくらいの差が生まれるのかという、ワンポイントアドバイスとしては、ロフトを立てる際はしっかり上から、クラブをこう上から入れるのをお忘れなく、そうすると、初速はね出やすく、えー、当たりも良くなりやすいです。そして、寝かせる場合は少し緩やかに、えー、あまり打ち込まないということですね。少し手前から、えー、緩やかに入れていくような形で打てると、 ボール初速はちょっとゆっくりになって、まあ、飛ばない球、つまりこの、ね、今40ヤード弱という数字ですが飛ばない、えー、止まる球を打てるということなのでぜひ、ダイナミックロフトというこのトラックマンでいうとこの当たっている,る瞬間のまあロフト角度なんですけど今回はちょっと距離感の中でここがすごいやっぱ重要ですよというお話をさせていただきましたのでぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。最後まままでごご視聴しししてていいたただきましたありがとうございました